イシュマエル・ラディー・スミスはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロット出身のプロバスケットボール選手。NBA のシャーロット・ホーネッツに所属している。ポジションはポイントガード。ノースカロライナ州の高校から大学も地元のウェイクフォレスト大学に進学し4年間活躍したスミスだったが2010年の NBA ドラフトではどのチームからも指名を受けることできなかったものの 8月19日にヒューストンロケッツ契約した。しかし、翌年2月にメンフィスグリーズリーズに放出されてからは、あらゆるチームと契約、トレード、解雇を繰り返すシーズンが続く。その後2014から15シーズンは、オクラホマシティサンダーに所属していたものの、2015年2月19日のトレード期限日に、ロースター枠の調整のために解雇され、 3日後にフィラデルフィアセブンティーシクサーズと契約。するとスミスはトレード期限日に2013から14シーズン新人王のマイケルカーター・ウィリアムスに見切りを付け空席になっていたポイントカードのポジションをトレードで加入したアイザイアカナーンと競い合う方で先発出場の機会を与えられ25試合出場で14試合にスタメンで起用され平均27.1分に 出場12得点6.1アシストを記録し自己最高のシーズンを送った。2015から16シーズンは開幕前にワシントン・ウィザーズにキャンプに参加するも10月24日に解雇され2日後にニューオーリンズ・ペリカンズと契約。するとスミスはここでもタイリー・クエバンスやドリュー・ホリデーなど 開幕から負傷者が続出したペリカンズで重宝され、11月7日のダラス・マーベリックス戦で17得点12アシストを記録し、自身初のダブルダブルを達成。開幕後連敗を喫していたペリカンズに、シーズン初勝利をもたらし、さらに20日のサンアントニオス・パーズ戦でも、17得点に、加え自己最多の13アシストのダブルダブルの活躍で、 またしても5連敗を喫していたチームを救う104から90の勝利に貢献した。12月24日、将来の2巡目ドラフト指名権とのトレードで、わずか半年で、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズに復帰。再加入直後の26日のフェニックス・サンズ戦で、早速スタメンで起用され、14得点をアシストを記録し、12連敗中だったセブンティー・シクサーズに、 シーズン2勝目をもたらした。チームは低迷の苦しんだものの、スミスは自己最高の平均14.7得点7アシストを記録した。2016年7月1日、デトロイトピストンズと3年契約を結んだ。2019年7月9日、ワシントンウィザーズに移籍した。ありがとうございます。